はじめまして、日吉屋の西森と申します。弊社は、京都で伝統工芸の和傘を作っているんですが、今は和傘の技術を応用した新しい商品に取り組んでいます。その一つがこの小鳥というランプシリーズでございまして、和傘の特徴である、竹の骨組みの美しさであるとか、でもう一つはこうコンパクトに畳んでしまえると、でいろんな色が、取り替えれるという、そういう特徴があるランプです。でもう一つはこの大きな、東屋のようなカーサという、パーテーションですけれども、これも同じようにですね、傘のようにコンパクトに畳んでしまっていろんなところに持っていけまして、でこういうふうな、休憩スペースであるとかカフェであるとか、いろんなところにお使いいただけます。どちらもですね、オリジナルで1点からいろんな色柄、素材、デザインで作ることができますので、どうかよろしくお願いいたします。